ウィーンの歴史、ウィーンの歴史、ご指示とウィーンズでは、オーストリアの首都ウィーンの歴史を象述する。ドナウ川に近い、ケルト人の集落ビンドボーナ、当初はビンドミナともが、ウィーンの起源とされる。この集落を、起源100年頃に、ローマ帝国が征服し、新たな城塞、宿営地が設けられた。2世紀後半に、マルコマン二族との戦闘で荒廃したが、 まもなくマルクス・アウレリウス・アントニーノステの下で再建された。彼はこの都市で著書、自生録の多くを執筆し、180年にこの地で没した。ローマ帝国の北辺近くに位置するビンドボナは、ローマ帝国の防衛上重要な役割を果たしていたが、ローマ帝国の分裂、弱体化と共に衰え、5世紀にフン族、ゲルマン人などの侵入によって破壊された。 ただし、都市の一部は残存しており、中世に再興するウィーンの都市構造は、この古代都市の構造に依存するものとなった。976年、神聖ローマ皇帝夫二世は、ウィーンを含む地域を、オストマルク返境博領として、バイエルンから独立させ、バーベン・ベルク家が、返境博の地位についた。ただし、彼らはらメルクに居城を構えており、当初より、ウィーンが、 中心都市だったわけではなかった。中世の半ばになると、ドナウ川の水運を用いた遠隔地商業も盛んになり、ウィーンは交易の要所として重要な役割を担うようになった。11世紀末より開始された十字軍運動も、人と物の,の交流を活性化させ、十字軍に参加した王や諸公らがドナウ川ルートを頻繁に用いて、 運に立ち寄ったため、一種の戦争特需が喚起され、ウィーンの繁栄を助けた。こうした中、1155年頃に、オーストリア編教博ハインリヒ2世、バイエルン公も兼任は、ウィーンに居城を移すことになった。翌1156年にバイエルンは、ザクセン公、ハインリヒ志公に移されたが、皇帝フリードリヒ1世は、ハインリヒ2世をオーストリア公に昇格させた。 12世紀末の第3回十字軍において、レオポルト5世は帰国途中だったイングランドをリチャード1世を捕らえ、デュルンシュタインに遊兵して、多額の身の白金をせしめることに成功した。この身の白金を財源として、造兵主任のシュロム、ユダヤ人。彼のもとで、初めてのユダヤ人居住区が設けられたとされるが、新たに貨兵を駐造したほか、ウィーンの死壁が拡張された。 この時の私壁が現在の旧市街地区の範囲を規定している。1221年には都市特権が認められた。1246年にバーベンベルク家の団結が断絶すると、ボヘミア、ベ面王国などを勢力範囲とするプシェミスル朝のオタカル二世がウィーンを抑えて勢力を拡大させた。オタカル二世はウィーン市民に 経済活動などにおける広範な自由を認め、ウィーン市民からも好感を得ていた。この時代に幾度か退化を経験したが、その度に町は再建された。当時、1256年より新生ローマ帝国は皇帝不在の大空位時代となっており、オタカル二世は有力な皇帝候補であった。しかし、オタカル二世への警戒から、1273年に、 弱小諸侯であったハプスブルク家のルドルフ一世が皇帝位につき1278年のマルヒフェルトの戦いでオタカル二世を廃止させた。これ以降、ウィーンはハプスブルク家の統治下に置かれることになった。当時のハプスブルク家はスイスアルザスなどを勢力基盤とする弱小貴族であった。財政基盤も脆弱であり、 不シセミスル家と比べ、ウィーンに対して厳しい調税を行う必要があった。このため、ウィーン市民の中には、ハプスブルク家の統治に対して否定的な姿勢をとるものも多く、13世紀末には、幾度か、反ハプスブルク家の反乱も起こった。このため、一時的に様々な都市特権が剥奪されることもあった。しかし、商業都市としてのウィーンは一層の発展を見せた。 引き続きドナウ川の水運が盛んだった上、当時の中央世界では、ボヘミア王国で鋳造されたクローシュ銀貨、ハンガリー王国のホリント金貨という信頼性の高い銀貨、金貨が流通しており、中央の経済発展に大きく寄与していたことが指摘、寄与。14世紀に入ると、多少ハプスブルク家とウィーン市民の関係は修復された。 建設校とも称される太古ルドルフ四世のもとで、シュテファン大聖堂、マリア・アンゲスターで寺院など様々な建造物改修、建築された。この時代は、ルドルフ四世の政敵である、ボヘミア王カレル一世、神聖ローマ皇帝カール四世がプラハを王国の都として発展させている時期で、カレルのもとで、プラハ大学も創設されていた。ハプスブルク家、そして、 ウィーンの地位発用のためにも、ウィーンの発展は必要であった。こうした中、1365年には、ウィーン大学が建てられている。ただし、この頃、1348年から翌年にかけて、ペストが大流行しており、町の発展は一時停滞した。米面、メン、プシセミスル家、スイス、ハプスブルク家などを勢力基盤とした諸公の統治下にあったことや、 ドナウ川の水運が各地を結んだことなどから、ウィーンはコスモポリタン的な性格を早くから有していた。そうした中、ウィーンには多くのユダヤ人も生活していた。11世紀末より十字軍運動が高揚し、ローマ教皇は異教と廃絶の姿勢を強めて、各地のユダヤ人に諸行などを通じ強い圧力をかけたが、バーベンベルクや、 ハプスブルク家の歴代君主は総じてユダヤ人に寛大だった。14世紀半ばのペスト大流行の際には各地で反ユダヤ主義が広がったが、ウィーンではこうした風潮は限定的であった。しかし、15世紀前半よりユダヤ人への迫害が強められた。1419年より米面で反ハプスブルクの不戦争が起こっていた際に、 彼らに武器を供与していたという権威がかけられ、1420年から翌年にかけて、ウィーンのユダヤ人に対する大規模な迫害が割れた。この迫害には、不裕なユダヤ人の財産を没収して、ハプスブルク家の財政を再建させる狙いもあったと、される。しかし、この後も、たびたび財政難に陥るハプスブルク家にとって、ユダヤ人の資本力や彼らの商業ネットワークは、 魅力的であったため、たびたび彼らを受け入れて活用しようとした。15世紀半ばより、ハプスブルク家は神聖ローマ皇帝院を世襲するようになり、ウィーンはその中心都市となった。しかし、それでもウィーン市民は、ハプスブルク家の歴代皇帝に対して必ずしも従順はなかった。ハプスブルク家内部の所領相続問題と皇帝の、ウィーン市長人事への介入に対する反発が結びつき、 1462年には、ウィーン市民は放棄して、皇帝フリードリヒ三世がいた王宮を2ヶ月弱め巡ることもあった。1480年代より、ハンガリーをマーチャー主一世に占領されたが、1490年に、マーチャー主一世は、ウィーンで死去し、再び、ハプスブルク家の支配に戻った。しかし、市民の放棄を恐れた、フリードリヒ三世はリン津に留まり続けた。 時代のマクシミリアン一世もインスブルックに宮廷を置き、ウィーンをことさら重視することはなかった。1522年にもウィーン市長を含めた都市の有力者がハプスブルク家に反乱を起こし、鎮圧されている。弱小貴族として出発したハプスブルク家は、婚姻政策を通じて、急速に勢力を拡大させ、16世紀前半には、 皇帝カール五世のもとで普遍的なキリスト教帝国樹立を目指すようになった。しかし、これを妨げたのがマルティンルターの宗教改革であり、オスマン帝国、イスラーム勢力のドナウガー精神であった。1529年、すでにハンガリーの多くを制圧していたスレーマン一世は、十万以上の軍勢を引き連れてウィーン城壁まで迫った。キリスト教世界を侵させた第一次。 ウィーン方位である。13世紀に建設されていた死壁が堅固だったことと、予想より冬の到来が早かったことで、オスマン帝国はその年のうちに撤退した。この後間もなく、オスマン帝国の再重ねに備えるため、イタリアなどから技術者を招いて脆弱だったケルントナーモン周辺などの強化が図られた。また、防衛上の観点から、城壁周辺に空き地、暮らしと称されるを設けた。 死壁に砲撃を試みる場合は、この空き地、グラシニ人を構えることになるため、死壁から彼らを一斉射撃できるようになったのである。一連のウィーン改造は17世紀後半まで続き、1680年までに、ほぼ完了した。第二次ウィーン包囲は1683年なので、かろうじて間に合ったことになる。17世紀前半、ヨーロッパ全体を巻き込んだ三十年戦争は、 ハプスブルク家の威勢を弱めさせたが、戦場から外れたウィーンに大きな打撃はなかった。ウィーンが様々な危機に直面するのは三十年戦争が終わった十七世紀後半からである。まず、六百七十年代にはペストが大流行して数万人にものぼる多くの死者を出した。アムグラーベン街にこの際のペストの記念柱が建てられている。1八十二年には ハレー彗星が接近し、これを何かの強調とする噂が流れ市民は恐怖におののいた。そうした中、1683年にウィーンの弱体化につけ込んで、オスマン帝国の大宰相からムスタファパシ社の主導で、第二次ウィーン包囲が決行された。15万以上の軍勢が再びウィーンへと迫るが、バイエルン、ザクセン、ポーランドなどの援助を得て、再び、 オスマン帝国の進撃を退けることに成功した。これ以後は、ハプスブルク家とオスマン帝国の力関係が逆転し、今後は、ハプスブルク家がドナウ川を投進し、複合民族国家としてのドナウ帝国を形成していくことになる。異教徒との衝突は、同時に文化的交流も引き起こした。この時のオスマン帝国との衝突を通じて、ウィーンにカーバー。 コーヒーがもたらされたとも言われる。2> 第二次ウィーン包囲を経て、旧市街の外側に新たな市壁、リーネンバルを設けることになった。1704年により、第二次ウィーン包囲のオスマン帝国軍が取った陣形のようにウィーンを囲む形で市壁の建設が進められた。この建設には、ウィーン市民が借り出され、 三ヶ月程度で完成へと至った。紙壁が拡張されたことで、ウィーンの街は大きな変化を迎えることになった。従来の紙壁と新紙壁の間のスペース、ホアシュタットと称され、新紙壁の外はホアウルトと称されたに、貴族がこぞって宮殿建設を進めたのである。このホアシュタットに建てられた建築物の代表例が、プリンツオイゲンの命で建てられたベルベデーレ宮殿である。 この時代には、シュバルゼンベルク宮殿、シェーエンブルン宮殿など、バロック的な宮殿が、相次いで建設され、ウィーンの街を彩ることになった。当時、勃興しつつあった富裕市民も、ホアシュタットに豪華な邸宅を構えることを目指した。ウィーンの皇帝や貴族はこぞって、芸術家のパトロン役を務めたため、各地から芸術家が訪れ、芸術の街としての土台が作られていった。 1756年に外交革命、オーストリア・ハプスブルク家とフランス・ブルボン家の和解が実現したため、フランスの楽劇団も訪れるようになった。こうした中、1762年にまだ子供のモーツァルトがシェーンブルン宮殿に招かれて、マリア・テレジアにピアノ演奏を披露している。この頃のウィーンの人口は約15万程度と考えられている。 17世紀前半、ドナウ運河の対岸にある湿地帯、ウンテラーベルトに、ゲットが完成し、17世紀後半までには、ユダヤ人が1000人以上居住していた。しかし、皇帝レオポルト一世は、王妃が反ユダヤ主義者であったことや、民市内で反ユダヤ主義の風潮が強かったこともあり、1670年に、ユダヤ人追放を決定した。この時、追放された。 ユダヤ人を保護したのが、ウィーン東方のエステルハージ家で、アイゼンシュタットなどに、ユダヤ人コミュニティが形成された。ただし、ハプスブルク家の繁栄のためには、ユダヤ人資本は魅力であったため、ごく一部のユダヤ人は宮廷に出入りすることが許され、いわゆる宮廷ユダヤ人、引き続き徴用された。第二次ウィーン法位に際しても、ユダヤ人のザムエル・オッペンハイマーが財政面。 物流面などで活躍していた。一方で、レオポルト一世は、銀行家、ザムゾンベルトハイマーを財政顧問として登用している。1789年に勃発したフランス革命と、それに続く、ナポレオン戦争は、ヨーロッパ各地を侵略し屈服させていく過程で、自由主義とナショナリズムを広めていった。1805年、アウステルギッツの戦い。 三帝海戦に敗れたハプスブルク家はナポレオンに屈服し、1809年にはナポレオンがウィーン入場を果たした。しかし、ナポレオンはモスクワ遠征の失敗から没落への道をたどり始め、1813年にライプツヒの戦い、諸国民戦争で敗れた後失脚した。すると、翌1814年より、ウィーンでオーストリア外相、メッテルニヒ主導による、 講和会議、ウィーン会議が開催された。会議は踊ると評されたように会議は長期化し、毎晩のように繰り返される。舞踏会は、ある意味ウィーン経済の復興に貢献したと言える。この会議を踏まえて発足したウィーン体制は、保守反動的な性格が強く、自由主義やナショナリズムは厳しく抑圧された。こうした中で、多くのウィーン市民は、政治から離れて、 家庭生活に埋没し、ビーダーマイヤー様式の流行などに象徴されるような小市民的生活を送るとになった。18世紀後半にイギリスで始まっていた産業革命の波は着実にウィーンにも押し寄せていた。19世紀前半より交通網の整備が進められ、1837年にはウィーンとタトシを結ぶ鉄道が通した。その他、ドナウ川には 蒸気船が航行するようになり、ウィーン市内にも馬車鉄道が運行するようになった。徐々に工場が建設されていき、労働者階級も形成されていった。1848年、フランスで勃発した2月革命を契機として、ヨーロッパ各地で自由主義、ナショナリズムが高揚した。そして、ウィーンでも3月革命が勃発し、ウィーン体制は崩壊へと向かった。 中世から近世にかけての自治都市が、私壁によって、都市の自由を守る時代は、すでに終わりを告げていた。私壁の上は、ウィーン市民の散歩道となっており、私壁外の空き地も緑化が進んでおり、市民の憩いの場となりつつあった。このように、私壁の必要性はすでに失われていたのである。パリでは、1850年代より、 ジョルジュ・オスマンの下で大規模な死改造が行われて近代都市へと脱皮しフランスとその指導者ナポレオン三世の意向をヨーロッパ中に示していたこうした中ウィーンもかつての死壁を撤去し近代都市へと生まれ変わることでオーストリア帝国の意向を示すとともに工業化に伴う人口集中に対応する必要があったのであるまた鉄道網を整備する上でも 死壁のせいで線路を市の中心部まで付設できないでいた。ウィーン南駅やウィーン西駅がやや中心部から外れているのはこれに由来する。1858年より死壁の取り壊しが開始された。同年、オーストリア国家の主導で都市計画の公募が開始され、年末に全応募案がウィーン市民に公開された。この際、 ウィーン氏の介入はできる限り排除され、常に主導権は国家にあった。私壁の取り壊しは、かつて皇帝にすら反旗を掲げた、ウィーンの自治が崩されていく象徴とも言えた。その点で、この都市改造計画も、自律的な市民が徐々に国民化される過程とも理解できる。当時のウィーン市長ヨハン・カスパール・ザイラーは、こうした国家主導の都市改造に不満を表明している。 1859年のイタリア統一戦争敗北、1866年の広オ戦争敗北は、オーストリアの軍事的な国威発揚の限界を示すと、共に民族主義に基づく国家統一の嵐が吹き荒れる中で、複合民族国家オーストリア帝国の存在意味を厳しく揺さぶるものであった。したがって、排他的な民族主義と対峙するコスモポリタン的な 近代都市としてウィーンを完成させることは自らの帝国理念、そして帝国の存在意義を帝国内外に知らしめるためにも必要不可欠であった。19世紀後半になると戦争の英雄に代わってウィーンで活躍した芸術家の銅像が盛んに建てられるようになる。このことも当時のウィーンが置かれていた状況を象徴しているといえよう。城壁跡には リングシュトラーセ、環状道路が建設され、環状道路沿いに、国立オペラ劇場、ウィーン楽友協会などが、相次いで建設された。1873年には、プラーター公園で、ウィーン万国博覧会が開催され、近代都市ウィーンを対外的にアピールした。日本の岩倉施設団もこの万博を見学している。オーストリア帝国各地からウィーンへの移住者が、相次ぎ、 郊外に集合住宅が並び立った。当時の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世はユダヤ人に寛大な姿勢をとっており、東欧各地でポグロム、ユダヤ人迫害が横行していたためユダヤ人の移住も相次いだ。こうしてウィーンはそのコスモポリタン的な性格を一層強めることになった。行政語として定められていたドイツ語のほか、ハンガリー語、チェコ語、ポーランド語、イディッシュ語、 ルーマニア語、ロマ語、イタリア語など、様々な言語を街では耳にすることができた。一般に1861年から1895年までのウィーンは、リベラルな時代と言われている。1860年代の自由主義的な雰囲気の中で、皇帝フランツヨーゼフ一世は、それまでのユダヤ人に対する結婚、居住、職業に対する差別や制限を撤廃している。 万博の開かれた1873年には経済恐慌が起こって一時的に社会的緊張が生じており、スラブ継承民族の自立化の要求は相変わらず存在していたが、それでも1880年代はイタリアドイツと三国同盟、1882年成立を結ぶなど全体的に見て昇降状態を保っていた。しかし、先に弟マクシミリアンを、 メキシコで失っていた皇帝フランツ・ヨーゼフ一世は、1889年、皇帝とエリザベート皇后の息子で、唯一の定位継承者であった、ルドルフ大皇を、ウィーン郊外のマイーリンクで、愛人、マリー・ベッツェラとの謎の上司で失い、さらに、1898年には、エリザベート皇后を、イタリアの無政府主義者、ルイジル・ケーニによる暗殺で失うなど、痛恨の出来事が続いた。 この間、1895年にはリベラル派が、地表議会、1848年成立、定員150名の選挙に敗れて、その代わりに反ユダヤ的なキリスト教者会答が、過半数を占め、市長に、カール・ルエーガーが3度当選したが、皇帝は、その都度これを拒否した。しかし、4度目には、皇帝もこれを承認せざるを得なくなった。1897年、 ウィーン市長となったルエガーはガス、水道、電気など、公共施設の拡充に尽力して、それを市営化し、市街電車を設立、教育事業を拡大したり、福祉設備を建てるなどの都市整備を行い、ウィーンの大都市化と、都市生活の近代化に貢献した。一方で、そのハイユダヤ主義演説は当時ウィーンで学んでいた若き、画学生、アドルフ・ヒトラにも少なからぬ影響を与えている。 ヒトラーは、カールル・エーガーとゲオルク・フォン・シェーネラーを、我が人生の死と呼んでいる。その一方、ブダペスト生まれで、ウィーンで育った、ユダヤ人作家テオドール・ヘルツルは、当初、コスモポリタン的なドイツ文化の教養を身につけて、高尚な貴族文化に憧れる恩恵な教養人で、あったが、新聞記者として、ドレフィス事件、1894年の取材に当たった、時、未だ根強い。 ユダヤ人に対する偏見を目撃して衝撃を受け、これを機に失われた祖国イスラエルを取り戻そうとするシオニズム運動を起こした。レドルフ大公の死後、定位継承者に指名されたのは皇帝の位にあたるフランツ・フェルディナントであった。しかし、1914年6月28日にサラエボンを訪れたフランツ・フェルディナント大公は、セビアの民族主義者、 ガブリロ・プリンチップによって暗殺されてしまう。皇帝はこの犯罪が処罰されることのないまま放置することができず、最後通帳をセルビア政府に突きつけた。7月28日、ついに先端は開かれた。第一次世界大戦の勃発である。1914年に始まった第一次世界大戦は、ドイツ帝国及び同国と同盟を結んだ。 オーストリア・ハンガリー帝国の1918年の敗北によって終わった。ウィーンのハプスブルク家支配は革命によって終焉し、二重、帝国は解体されて、チェコスロバキア、ハンガリー、ユーゴスラビア、ポーランドなどが次々と独立、ヨーロッパ四大都市の一つであったウィーンは経済的困窮に追い込まれた。新生オーストリア、第一共和国の首都となったウィーンではオーストリア、 社会民主党による姿勢が成立し、保守的な地方の農村部からは赤いウィーンと呼ばれて、両派の政治的確執は国政全体を揺るがす不安定要因ともなっていった。こうした時代をウィーンで過ごした若きが学生ヒトラーは、ルエガーやシェーネラーなどの影響を受けてドイツ民族史上主義に、浸水、反ユダヤ主義に傾倒した。彼は1924年、 我が闘争を表し、他民族都市ウィーンとそこでのユダヤ人をはじめとする、諸民族の根拠ぶりを憎悪している。反ユダヤ主義、ナチズムそしてシオニズムという相反する方向からの民族主義を生んだウィーンで、あったが、後に国家を超えた共生への道を探り、欧州統合へと向かう動きが生まれたのもウィーンであった。1894年生まれの、リヒャルトクーデン法フカレルギーは、 在日オーストリア代理講師の父ハインリヒと日本人の母、青山光との間に東京で生まれた。ウィーン大学で哲学を学んだ彼は1926年に反ヨーロッパ主義を表し、同年早くもウィーンで第一回パンヨーロッパ会議が開かれている。26カ国の代表が行った決議にはヨーロッパの連帯。これは共通通貨、均等関税。 水路の強用、軍事と外交政策の統一を基礎とするの条項があり、これは、まさに第二次世界大戦後のヨーロッパ共同体、EC と今日の欧州連合、EU 構想の先駆けとなった。オーストリアの政界や社会では、左派のオーストリア社会民主党と右派のキリスト教社会党との対立が、泥沼状態に陥った。一方で、我が闘争を表したヒトラーはドイツで、 国家社会主義ドイツ働け者党、ナチスの統制を拡大し、オーストリアにもナチスへ共鳴する動きが生まれ、オーストリアのドイツへの交流を求める動きが広がった。世界強行後に首相となったエンゲルベルト・ドルフンスは、独裁体制を打ち立て、オーストリア共産党やオーストリアナチスなどの政党を禁止した。 1934年には、社会民主党の活動禁止をめぐって2月内乱という武装放棄が起き、社会民主党の画像だった、ウィーンも紫外戦の舞台となった。オーストロファシズムを掲げるオーストリアの独裁政権は、ナチスドイツへの併合を拒んだが、ヒトラー政権はオーストリアへの圧力を高め、ついに母国オーストリアをドイツに併合した。これが1938年のアンシュルスである。 ウィーンは、約7世紀ぶりに、首都の座を降り、ドイツ第三帝国の中の一地方都市に転落した。ただし、ウィーン市には、通例地方の区分である帝国大管区の、行政区分が適用され、グロースウィーン帝国大管区、として扱われた。また、中東欧諸国の国境最低である、ウィーン最低などの外交の舞台となった。アンシュルス以降のウィーンでは、 反ユダヤ主義が猛威を振るった。ユダヤ人は男女を問わず暴行され、彼らの事業所、商店、シナゴーグは破壊された。多くのユダヤ人たちは亡命したが、エゴンフリーデルのようにアンシュルスにこうして自殺したウィーン人もいた。第二次世界大戦においては連合国軍の空襲標的となり、大きな被害を受けた。末期の1945年4月2日。 赤軍によるウィーン攻勢が開始された。激しい市街戦によって多くの損害が出たが、4月13日に赤軍によって占領された。元首相、カール・レンナーはオーストリア臨時政府を樹立し、4月27日にドイツからの分離を宣言した。第二次世界大戦はドイツの敗北に終わり、ウィーンは米英フスと4カ国の共同占領下に置かれた。 オーソンウェルズ主演の映画、第3の男はこの頃のウィーンの様子をよく伝えている。1955年、オーストリアは主権国家として独立を回復した。旧、ハプスブルク帝国の継承国家のほとんどが共産権に組み込まれる中で、オーストリアでは共産党は国民の支持を得られず、経済的にも西側自由主義体制との関係を、 保ったまま衛生中立国として歩むことになった。オーストリア出身のクルトワルトハイム第四代国際連合事務総長などのもとで、ウィーンにはウィーン国際センターが建設されニューヨーク、ジュネーブに次ぐ第三の国連都市として発展した。ウィーンは数々の国際機関の所在地となったが、鉄のカーテンによってかつての後配地であった中東を失い、 その人口は緩やかに減少し続けた。人口100万を超える大都市のうち20世紀を通じて減少したのはウィーンだけであった。1989年のベルリンの壁崩壊とビロード革命、ルーマニア革命は中部ヨーロッパにおけるウィーンの持っていた地政上の重要性を蘇らせた。それに先立って多くの東欧からの難民がウィーンを経由して 西側諸国に亡命した。これらの一連の激動以降、150万人を切っていた人口は諸外国からの流入により再び増加傾向にあり、2050年頃には再び200万人の大台を回復すると予想されているほどである。これは2004年に中東をパッカ国が EU に新規加盟したのに加え、2007年にはルーマニアとブルガリアが加盟、さらに その後もクロアチアはじめバルカン半島の国々の加盟も見込まれているためであり、またかつての多民族都市としての経験が今再び期待されているためでもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。